岐阜市柳井津地域事務所とは、岐阜県岐阜市にある公共施設。岐阜市役所の出先機関の一つであり、岐阜市役所柳井津地域事務所、柳井津地域事務所とも称する。2006年1月1日、橋間郡柳井津町が岐阜市に編入され、柳井津地域自治区が設置されたことにより、岐阜市柳井津地域振興事務所として設置された。 2016年3月31日の柳津地域自治区の廃止に伴い、岐阜市柳津地域事務所に改称している。建物は旧柳津町役場庁舎を転用し、主な建物は本庁舎建築。鉄筋コンクリート造り2階建て。延べ床面積1820平方メートル第二庁舎建築。鉄骨歩く造り2階建て。 延べ床面積517平方メートルなどがある。一部の業務は複合施設の岐阜市萌木の里内の沢連絡所でも行っている。2016年までは、税金の収納、国民健康保険料の収納、原付、小型特殊自動車の登録及び、廃車の取りに犬の登録などを行っていたが、柳津地域自治区の廃止に伴い、業務は縮小されている。 柳津図全銭器、ありがとうございます。